朝廃林超廃林は、新末の官僚。字は幼きこり、号は、祭。直令法順出身。1871年に新士となり、朝廷では、李博氏も、半祖影、朝のほら、陳法神、法廷らと共に、清流派に属した。李公賞やロシアに対して、弱腰の姿勢を取った、高志奴らを弾劾したため、弾劾大臣の異名を取った。 また1882年の神後事変の直後、管理委員の長輩林は長文よりなる統制論を上層している。それに対し、李工省は次期尚早とのコメントを付している。長輩林の肖像が1884年から1885年にかけての清仏戦争の際には、府県軍務改弁となった。しかし先天優らの警告を無視して、 フランス軍を警部したため、馬行海戦で、復権海軍は全滅した。その上、敗戦後に遺憾、ん、アキラと共に逃走したために免職となり、軍務に服することを命じられた。人々は、超敗林が日頃から軍事を好んで語ったのに、かかわらず、いざ兵を指揮すると軍を捨てて逃亡したために、馬職と阻止った。軍役が終了した、超敗林に救いの手を差し伸べたのは、 かつての性的理工賞であった。彼は、超敗林の才能を高く評価し、自分の娘を嫁がせた。とはいえ理工賞は、身内のために利益を図っているとの疑いを避けるために、あえて、超敗林を推挙することはなかった。その理工賞が1901年に死去すると、超敗林の寛解への復帰は、絶望的となり、1903年に、諸人のまま有問のうちに死去した。 作家の超愛霊は孫にあたる。岡崎、ありがとうございます。